ねえ、新しい字教えてよ。一週間で三つぽっち買って弟が言うんだもん。三つぽっち？ぽっちとはなんだ？偉そうに。それだけでも、こっちは波の苦労じゃないんだ。いい歳してそれだけ覚えるのもやっとのくせに、お前は馬と同じだよ。こっちの身にもなってみろ。馬を相手に英語だぜ。俺の言う意味、わかってんのか？それ見ろ。わかりゃしねえ。無駄骨なんだよ。つまりな、馬の耳に念仏なんだよ。お前なんかただ食って寝てりゃいいのに。勉強なんて時間の無駄さ。何歳だ？何？何歳って。いくつなんだよ。もうすぐ30。でもみんなが年を食っても頭は子供だって。その通り。3歳の子供さ。30近くでその程度じゃ。50になっても小学校程度にもならねえ。若いのに哀れな奴だよ。こりゃ驚いた。泣いてんのか？おい泣くんじゃないよ。俺への当てつけのつもりかよ。おい泣くなって。俺家庭教師の謝礼金は全部競馬につぎ込んでんだ。シーズンが終わったらお前とはおさらばさ。わかったよ。もうやめよう。これでも食いな。いらない。勉強したいんだ。おやおや、こいつは驚きだ。ガチャギーッ。あ、どうも。では次の字を練習しよう。 H パン。今週分の100ドルだ。帰ってくれ。あ、どうしたんです？ええい。ごめんよ、俺一生懸命やったんだ。わかってる。別の先生見つけような。ジュースでも飲むか？うん。貸し。